様、大変お待たせいたしました。メディバン日本レースクイーン大賞2021表彰式を始めさせていただきます。本日司会進行を務めさせていただきます日本レースクイーン大賞オフィシャル MC の渡辺淳子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。日本レースクイーン大賞はレースクイーンの人気投票コンテストとして2010年にスタート、今年で12回目の開催を迎えました。モータースポーツのビッグイベントで活躍した数多くのレースクイーンの中からファンに最も支持されたレースクイーンが日本レースクイーン大賞の栄冠を手にします。まずはじめに今回のタイトルスポンサーを務めます株式会社メディバン様のご紹介をさせていただきます。7000万人を超えるユーザーのイラスト制作アプリメディバンペイント、全世界で最も多くの人に使われているペイントソフトです。また世界有数のイラスト投稿サイトアートストリートを運営、メディバン社の社長である高島氏は GMO クリック証券、 GMO コイン、上場企業である GMO フィナンシャルグループの創業者兼代表取締役でもあります。今話題沸騰の NFT 事業においてはGMO グループと提携しアダムバイ GMO サービスを始めました。そのサービスでレースクイーンを使った NFT トレカの販売を行っております。またレースクイーンを使ったテレビ CM 動画など広告にも積極的に起用、そうした縁で今 IT 業界で最も注目を集める企業株式会社メディバン様にタイトルスポンサーとなっていただきました。強力なサポートありがとうございます。さて2021年シーズンも新型コロナ禍の影響でさまざまな制限がございましたが、4月のサーキット開幕戦からレースクイーンもサーキットに登場。例年通り6月に新人部門、9月にコスチューム部門のファン投票が実施され、ともに各部門のグランプリクイーンとユニットが決定いたしました。本日はこの後改めてご紹介させていただき、受賞された皆様の栄誉を称えたいと思います。そして10月からギャルズパラダイス公式サイトでのプレ投票で50名のレースクイーンをノミネート、2021年の人気ナンバーワンレースクイーンを決めるファン投票が始まりました。ファーストステージは11月のスーパー GT 第7戦での選考特別投票を皮切りに12月6日まで実施、その上位20名が次のファイナルステージに進出、先日1月5日までファン投票が行われ、ついに本日発表の日を迎えました。2年ぶりの開催となる日本レースクイーン大賞、2021年の人気ナンバーワングランプリの座を射止めるレースクイーンは果たしてどなたでしょうか。さあその運命の投票結果が今日この後この会場で発表されます。ファンの皆様の願いは叶うのでしょうか。発表まで今しばらくお待ちください。それではメディバン日本レースクイーン大賞2021、この後新人部門並びにコスチューム部門のグランプリ受賞者を改めてご紹介させていただきますが、その前にここでスペシャルゲストをお呼びしております。皆様大きな拍手でお迎えください。2020年新人部門グランプリ受賞者のアノンさんです。アノンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響ということもあり、残念ながらこのステージに立つことができなかったんですよね。さあ2年越しの新人部門、
前回のグランプリ受賞者としてこのオートサロンのステージ立たれた今のお気持ちお聞かせください。はい、2021伊藤忠 NEXT インパレディのアノンです。まず2年越しにこのオートサロンのステージに立つことができて本当に本当に光栄です。私の時はなかなかコロナで皆さんに会うことができず、発表の時は生放送での発表だったんですけど、その時は皆さんと目を合わせてありがとうって言えなかったのが少し寂しかったなって思うので、こうして2年越しに皆さんの前に立てて本当に嬉しいです。こうやってこうして機会を作ってくださった運営の方々、本当にありがとうございます。そして2年越しに応援してくださった皆さん、本当に本当にありがとうございました。面と向かって皆さんにありがとうという言葉を伝えられましたね。やっとですね、本当に嬉しいです。さあこの後は新人部門グランプリの受賞者にバトンを引き継ぐわけですが、バトンタッチの一言いただいてもよろしいですか。はい、バトンタッチ、そうですね、私がちょっと先輩っていうのもちょっと恥ずかしいんですけど、はい、時には味方で時には敵な感じでみんな切磋琢磨で頑張っていきたいので、ぜひぜひこれからもレースクイーンを担ってくださる方々に頑張っていただきたいなと思います。熱いエールをいただきました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。前回受賞者アノンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。これからのご活躍も楽しみにしております。